はい、どうもカオスマイスターと申します。対戦相手の方が見つかりました。お相手はハテナハテナハテナさん、ハテナハテナハテナさんのパーティーはテラキオン、ルカリオ、トゲキッス、ウーラオス、サザンドラ、ドラパルト。テラキオンって珍しいな。わかんねえけど、初手テラキオン読みでサダイジャーで、次トゲキッスが刺さってるか、トゲキッスが刺さってるな。で、相手のトゲキッス対策どうしよう。クレフィどうすんだこれ。ヌメルゴン、ヌメルゴンかリザードン。これヌメルゴンいっていいっすか。これでさあ、ハテナハテナハテナさん対戦よろしくお願いします。いや、今何時、5時38分。俺あと3時間後に仕事ですね。24時間勤務ですね今日。さあ、ルカリオから来る読みは違ったけど、まあ物理ポケモンなんでこれは OK と。じゃあここね、ヘビニラミから入ります。突っ込んでくるかどうか。目がレインボーだな俺。あれ、俺レインボーのもの見るとくしゃみ出る体質なんですよね。あー、はい、引っ込めた。ウーラオス、水、あ違う、悪だ。ヘビニラミ、オッケー。じゃあ、あとステルスロック巻いて体質退場します。じゃあ、そうだな、ステルスロックで暗黒強打浮かんねえかな。暗黒強打、あーでも2発浮かるんだ。サダイジャってまだ取っておく価値ありそうだな。次暗黒強打読みで、トゲキッスに交換してもいいな。はい、オッケー。じゃあエアースラッシュ打ちます。ここはエアスラ。さあどうするか。相手も迷ってるんじゃないですか。エアスラッシュ、これは死ぬでしょう。オッケー、ここでルカリを出してくれるんですよ多分。 OK、 じゃあサダイジャバックで。いや、ここサダイジャバック、サダイジャバックしたら止まんねえよな。いや、サダイジャだな。サダイジャ捨ててもいいや、雑に使ってもいい。こいつはインファイト、インファイト耐えられて、やべ、まさかの特殊型だよこれは。読めねえ、うわうめえな。相手ペテンスじゃねえかよ。
この差大蛇見てルカリオ最初徹底抗戦打たないで引いてきたなんて、物理型に見せておいて実は特殊型ですよっていう、お前詐欺師かこの野郎、やば。じゃあまあここはもう普通に大文字でいきましょう。あぶねえ、これユメルゴン連れてきといて正解だった、ドラパルとか。やっぱりダイモン G。 ここ読みます、相手こっちのトゲキスがいるからドラゴン技打てないと思うんですよ、だからゴースト技で突っ込んでくるっていう読みで、ここ俺うわー、ここ竜の波動打ちます。うわダイマックスだったかな、ここうわここミスったな、ダイマックスだったわ、危ね。うわよくドラゴン技打ってこれたな、俺のトゲキスバックするかもしれないっていう、しょうがねえ。じゃあトゲキス出します、もうどうすることもできないんで、もう大ジェットで、うーん、おーダイマックス切ってきたか。やべえ、ドラパルトの攻撃を耐えて、ダイジェットで倒さない限り負け。このトゲキスちょっとね、大フェアリー持ってないタイプなんだよね。大ウォール、じゃあダイジェットで、大フォロー、きつー、これきついなー、ダイジェットで。相手のドラパルトが最速じゃない限り抜いてるっしょ。ダイウォール、なるほど、エアスラッシュ外しにかけてきたか、これは熱いバトルだ。いやもう ここぐらいになってくると本当どっちが勝つか分かんねえもんな。減少力でいきます、 OK、 これはいけた。 20% ガチャ抽選、あーなんないか。うわバレットパンチ持ってんのか、じゃあ新速がバレパン持ってたら負け。火炎放射で、コウさん、はい、よかった、対戦ありがとうございます。持ってなかったんや、特殊型やったんや。ハテナハテナハテナさんに勝ちました。やっぶねー、対戦ありがとうございましたわ。いやこれ負けっかと思った、相手のルカリオにバレットパンチあったらもう負けてましたね。いやじゃあ、ハテナハテナハテナさんに勝ったってことで、勝利のドリンク、こちら、富士山の天然水飲みます。